公開の例会を開会をさせていただきたいと思います。はじめに麻生会長からご挨拶いただきます。それでは消費税の引き上げ法案が閣議決定をめぐって、まあ、民主党の中は、まあ、騒がしいで、副大臣政務官が辞められるとか、まあ、いろいろ党の役職を辞表を申し出た議員も大勢おられるという話です。しかしそれにしてもこの法案は昨日も民主党はまだ夜中までやっておられましたけれども、一体いつやるのかと、どこの委員会でやるのかと、そういったようなことすら決まっとらん。で、大体これは普通は今頃でしたら提出した政府与党が野党国対に来て特別委員会を立てさせてくれという話で始まるんじゃないのかね、常識的には。俺みたいに国体にあんまり詳しくないとそれくらいの常識はあるような気がするんだけど、ところがそれを心配するのはこっちであって、向こうはまだ未だに決まってないっていうのはちょっと正直提案があってしかるべき与党の方が出さないということはやる気あるのかねという感じがするんですが、傍ら政治生命をかけると野田総理はおっしゃっておられるんですが、本当にそうかというような気が正直なところがするんです。少なくとも総理としてまた党の代表として民主党をリードし閣内をリードしてどこまで本当にやる気が終わりになるのか、またやる気があってもやれないのか、そこらのところは我々としてはあれだけ大騒ぎして泰山鳴動してネズミ一匹も出なかったっていう話になるのかね、こらという感じがしてしまう。で、私どもは毎回ここで申し上げますように、消費税と社会保障税の一体改革に関して我々は拒むつもりも避けるつもりも全くありません。我々はこれは堂々と論議しようと、国民の前でみんな各党の考え否定すべきだとずっと言ってきた。昨日クローズアップ現代という番組、あら NHK でやってる、あの極めて優秀そうな女性のキャスターが出てくるんですがそうなっていうのは本当に優秀かどうか知らないから言ってるんだけど、優秀そうに私には見えるんですが、優秀そうに見えるキャスターの話を聞いてたんだけど、あの話で総理は生で出てますよ、あの番組に。生っていうかその場で出て、しかもあの日まで NHK に行くということを SP は知らないね、あの日突然行くことになった。わーっと騒ぎになって行くことになりました。いいですよ、それそれで出て最初のうちの質問がすごくって、その質問に答えて必ずやりますと、自分の集大成でこの仕事をやり遂げるとあれだけ明言される、そのためにあそこを出られたんだと私にはそう見えますんで、そうなっていうことを言われた以上、これ以上民主党の中があれだけ言われたにもかかわらずできなかった、審議もならない、いまだ委員会は決まらない、ずっと言って国会も延長しないとあれだけ断言されておりますから、そういったことになってくると、これは我々としてはそういうことを言いながらも結果としてできなかったということになるんであれば、これはもう総理の言葉自体を信じるということは全くできないということになるんだと思います。また議会として見た場合に政権与党としての体を成していないということになると、私どもはそういう感じがします。まあ新年度も始まったばっかりですけれども、ぜひこういったところは重要な局面なんだと思いますんで、この昨日のあの国屋さんの前での発言は結構重いなと思って、ちょっと一瞬酔いが飛ぶほど驚いたんですが、重ねてこう見てみずっと文章でしてみるとさらにはっきり見えるんですが、ぜひそういった意味でここのところは非常に大きく踏み込んでいるというような感じがしますので、我々としてもそういった気持ちをきちっと備えて持っておくべきだろうと思っております。ありがとうございます。